アゴダはアジアを中心としたオンラインホテル予約を扱うウェブサイト及びアプリ。また、アゴダカンパニーテ・リミテッドはシンガポールに本社を置く同サービスを運営するオンライントラベルエージェンシーであり、ブッキングホールディングスの一部門を構成している。1998年に創業者マイケルケニーによって p l a n e t h o l i d a y c o m が設立された。初期のコンセプトは、急成長を遂げている検索エンジンを利用して、ホテルおよび観光に関する情報を提供することに、あった。プラネタホリデーは、ホテル予約サイトを始めた数少ない企業の一つで、あり、後には、何十億ドルのビジネスへと発展した。ケニーは、ニューヨークのロングアイランド出身で、 1990年初期に太陽国へと移住し、プーケット島を拠点とし、小規模なウェブサイトを立ち上げた。ウェブサイトと企業は、2000年から2001年にバブルが弾けたインターネットバブル、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ、2003年に発生したサーズなど、いずれも観光業に大打撃を与えた予期せぬ。 大惨事を乗り越えて発展している。2002年に、プーケットからバンコクへと移動し、2003年には、アフィリエートのウェブサイトを通して、予約販売するために、パートナーウェブサイトとして、precisionreservations.com が加わった。2005年後期に、 p l a n e t h o l i d a y.com と p r e c i s i o r e s e r v a t i o n s.com がアゴダカンパニーてリミテッドとして一つになった2007年11月アゴダ社はアメリカのプライスライン .com により買収され3番画目の国際的合併となった2008年には トラベルモールウェブアワーズアジアのベストアコモデーションサイトのカテゴリーで賞を獲得した。2010年4月、本拠地をバンコクからシンガポールに移転、また日本に事務所を開設した。CEO は2010年11月以降、ロバート・ローゼンスタインが務めてきたが、2018年5月、ジョン・ W ・ブラウンが新たに CEO となった。2016年時点で、 80万件以上の宿泊施設を掲載している。バンコク、クアラルンプール、東京、シドニー、香港、ブダペストを主な拠点とし、3700人以上の雇用者がおり、日本語を含む40以上の言語で空室確認、即時予約などができるサービスを提供する。民泊物件に関しては2017年以降、アゴダホームズの名称で、 サービス提供を行っている。日本では東京や大阪など5カ所に拠点を持つ日本語対応のカスタマーサポートがある。2016年12月、JTB とアゴダ日本法人の業務提携が発表され、2017年1月からアゴダのウェブサイト上で JTB 取扱いのホテルが予約可能となった。2018年7月、 楽天のグループ会社の楽天ライフルステイと提携し、楽天ライフルステイの民泊在庫のアゴダの提供を開始することを発表した。現在は観光庁長官の登録を受けた住宅宿泊仲介業者となっている。日本の航空会社では、日本航空と全日本空輸がアゴダを利用した宿泊施設予約によりマイルが貯まるサービスを行っている。 アゴダ専用のバナーを経由し予約すると、マイルが貯まる。2016年1月、ポイントマックスと呼ばれる、マイル、ポイント提供サービスを開始、同年6月、トップページから、航空券の検索が可能となり、同じブッキングホールディングスの企業であるカヤックの、航空券情報を参照できる仕様となった。2019年7月、同一ホテルに、連泊の場合に、 各日の安い空室を組み合わせて一括予約可能とするサービスミックスセーブを開始した。アゴダでの検索結果に表示される一部の宿泊施設は実際には同じブッキングホールディングスの企業であるブッキングドットコムでの契約となる。アゴダとブッキングドットコムは決済の形式が異なる。アゴダではクレジットカードによるアゴダへの前払いで ホテルで宿泊料金の支払いが不要なのに対し、ブッキング n g c o m では予約保証のためにクレジットカード番号を通知するものの決済自体は各宿泊ホテルでされる形式である。このため、アゴだから検索を行い、実際にはブッキング n g c o m での契約となった場合、自動的にブッキング n g c o m に予約情報が記録され、料金の請求はホテルが行うことになる。 欧米では、アゴダ型のビジネスモデルは、マーチャントモデル、ブッキングドットコム型のそれは、エージェンシーモデルと呼ばれている。ありがとうございます。